中庭に飛びまして、こちらですか。他に行けなさそうなので、ほい、看守ピッキオ、この先はジリオン鉱山刑務所だよ。君はトックの囚人かい？通行証を見せてくれるかな。アドルは通行証を提示した。うん、問題なさそうだね。それにしても君も奉仕活動できたのかい？その通りだ。さっきも奉仕希望者が一人ここを通ってたけど、君の知り合いかな。トックは刑務作業を免除されてるから希望者なんて滅多にいないんだ。なかなか珍しいよな。まあいい、鉱山はこの先の地下道を進んだところだ。中でその通行証を見せるといい。おーい、なんかここんとこゴタゴタしてるが、囚人の刑務作業をやめるわけにもいかないからね。トックの囚人は奉仕活動として任意で刑務作業に参加できる。それなりにきついが、まあへばらない程度にやるといいさ。やったら刑期短くなったりするんかね、いい行いとして。それでは定期報告書は騎士団に提出すればいいのか。すでに監獄は騎士団の管轄ですから、そのはずですけど。窓口はどなたになるんでしょう。ひとまずこちらで預かろう。ペンドルトン商会の取引報告書もこれまで通り提出してくれ。しばらく不便をかけるが、すぐに担当者を決めて通達する。よろしくお願いしますよ。許可が下りずに取引が滞っては、リッシュさんに何言われるか。リッシュさん、ここと取引全処しよう。それでは失礼する。パパンの名前出ましたね。やれやれ、監獄長が不在だと骨が折れるな。あの人は大雑把に見えて実は面倒見がいいですからね。おや、お前はそこで何をしている。あ、あれじゃないですか、さっきもトックから一人来た。うん、奉仕活動の希望者か。通行証を持ってるな。アドルはトック通行証を提示した。トックの住人にしてはなかなか首相ではないか。ここでの活動実績がおんなんですかね。恩赦で合ってるっぽいね。恩赦はその軽減させる制度のことね。はい、そのままの意味。中に進めば作業を監督する人間がいるから指示に従ってくれ。はーい、堂々としてるね、アドル君。おお、鉱山すごいな。イースキュー、鉱山まで行けるのか。よりどり緑、いろんなところに行ける。おお、新顔、新顔なのかな。アルマン警部監督、へえ、なんだお前も奉仕活動か。まさか一日に2人も希望者が来るとはな。どんな知り合いなんです。なんだそうだったのか。トックの囚人にしては関心だな。お前も奉仕活動を希望するならこの道をまっすぐに進んでくれ。突き当たりが刑務作業を行う採掘場になっている。作業は主に銀の採掘だが、最近は硫黄や審査、審査と読むらしいですね。イカ、硫化水銀、別名に賢者の石。へえ、なんか割と毒っぽい感じなのかね。顔料や防腐剤、水銀の原料。へえ、てか銀っていいの。結局のところ銀はいいんですか。古い行動に迷い込まないようくれぐれも注意してくれよ。獣どもが徘徊してるから命の保証はできんぞ。はーい、アドル君今
剣持ってる？剣隠してる？マントの中に隠してるのかな？はい。戻る必要ない。やれやれ、今日も京都でボンクラどもに説教せねばならん。なんだ、まだいたのかね。刑務作業を行う採掘場はここを進んだところだ。いいか、不審な真似はするなよ。ここでの問題行動は全て懲罰処分の対象となるからな。この先は封鎖された行動のようだ。簡単な錠前がつけられている。わずかにこじ開けた跡があるか、丁寧にかけ直されてるようだ。へえ。待って待って待って、この先って言ってたんだよね、さっき。地図によればマリウスの進んだ行動ではこちらではないはずだ。なるね。え、これバレない？すみませんでした。この人例のあれかもしれないね。じゃあ開けますか。アドルは周囲の目を盗みつつ素早く鍵を解錠した。周囲の目ってそんな盗めます？私こっから先行ってなんかこう回ってくるんかなって思った。そんなことはなかったんだぜ。ここで一息つこうか。はい。あ、剣持ってる。これは避けてきたんかな、マリウスは。マリウスの正体わかるかな、こっから。もうだいぶわかりやすいような感じで描かれてるような気するけど。おーい、アドルー。あ、ルーじゃない。こんなところで会うなんて奇遇じゃねえか。どうしたんだ、ついに脱獄でもすんのかよ。うんうん。実はっていう。うんかな。グザビエにこれまでの経緯を説明した。そうか、ついに脱出路が見つかったんだな。そのマリウスって野郎のことも気になるが、今ひとまず本当に外までつながってんのか調べるべきだよな。よっしゃ、今回も俺様が協力してやるぜ。アドル君脱出する気満々じゃん。どうする、怪人アドル君とこう開口すんのね。めちゃくちゃ楽しみなんだけど。ありがとう、最後まで世話になるね。ありがとう。いいってことよ、俺様はもともとそのために。もともと。とにかく行こう。とにかくじゃないのよ、面倒な人間どもに見つかる前にな。はい。どうした、眉間にシワなんか寄せて。冴えない顔がもっと冴えなくなってるぞ。珍しくない、アドル君眉間にシワ寄ってんね今。考え事が多いというか、マリウスの心配もしつつみたいな感じなんかな。おい、時間です。時間でした。わしジャンプできるよ。あぶねえな、獣用の罠かね。ジャンプの存在を忘れる。なんであれがここにあるんだ。あれ、とにかくアドル、見つからないように注意しろよ。そういうことね、確かに。なんでだろうね、これは一段ジャンプじゃ無理。はっ、宝箱だ。だー、時間が足らねー。何か方法はねえのかよ。大丈夫か。あ、そっちがあれ。押したら下がってくるんかと思った。これ怪人来るの？うわあ！大丈夫か？怪人来るんかな？怪人で。
で向こう行けなかったら怪人です。あ、来ました。宝箱だ。え、なんで、え、なんで、あ、え、あ、なんで、あー、はいはいはい、あのこれで行ったんか、なるほどね。あー、なんか木箱置くんかなって思ったけど、え、この子なんかな、この子ぐらいしか思いつかなくない。ちょっとついこの子には来てもらいまして、来てくれる、来てもらいまして、でも浮いてるもんな、この子。こっちこっち、あ、来ないかなこれ。あー違うか、この子じゃないんだ。この子来ないっぽいな。ここまで来てほしいだけなんだけどな。あ、来ないか。こっちか、行ってないとこあるわ。なんで、え、この、あー、そっかそっか、宝箱ルートに向こう行っちゃったけど。あ、これね、はい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 、そういうこと、なるほどね。宝箱だ。うん、なんとか山場は越えたみてえだな。ここまで来りゃ。多すぎるでしょ。これからが本番みたいだ。やれやれ。切り抜けられねえこともなさそうだが、もたもたしてるとマリウスってやつに追いつけないかもな。マリウスここ越えたの。空気になるのが上手ってこと。仕方ねえな。仕方ねえ。アドル、ちょいと早いがここでお別れにしようぜ。俺様ならあいつらの何体かを引きつけられるはずだ。そこまでやってくれるの。ちょいと残っちまうかもだが、アドルならどうにかできるだろ。それはグザビエは大丈夫なのか。だけど任せとけって、お茶の子さいさいだっての。もともとそのつもりだったっつうか。グザミエは何、未来から来たの。アドルならきっと今のこの状況を変えられる。なるほど、あの怪人アドルくんが行くルートだったらダメっていうこと。この監獄アドルくんが頑張ることによって生死のハッピーエンドに向かうってこと。監獄の謎を解いてみんなを救うことができる。俺様そう思ったから力になるって決めたんだ。だからさ、ここから出たら後のことは頼んだぜ。はーん。オラオラ、デク人魚ども、このグザビエ様が見えねえのか。じゃあな、アドル、またどこかで会おうぜ。めっちゃ気になるぞ続き。グザビエたちの足音が去っていく。どうやらうまく引きつけてくれたようだが、まだ2体ほど残ってるようだ。慎重に進むべきかもしれない。え、結構いたのにね、すごいね。あれ、こっちがメインで、はっ、わあ、まだいたわけ。バレてる。もう逃げるぐらいな。わっ。そう、こっちの方が私的にはあの、あれなんですけど、ネックすぎる。こんなところで、あー、こっからになるんか。ちょっと宝箱を取ろうかなと思って行っただけなんですけど、意外と痛かったな。どうやって登ればいいかな。もう少しか無理か。もう少しか無理なのかな。ここだけか。あー、あった、ちょっと、ここしか無理っぽいな。これ取りたいんだよね。ここに登って、ここに登って、あ、向こう側からか。ここ行っていいんだ。ん、コウモリ、あ、あ、あ、
やれやれ、こりゃ盛大にドジ踏んじゃったな。助けてあげよう。なんとか持ちこたえろ。行くぞ。あ、アドル？お助けな。舌打ちかっこいい。なんで今の身のこなしは。その様子じゃ助けは必要なかったな。いやいや、アドルが追い払ってくれなきゃ危なかったよ。それにしてもかっこ悪いな。息巻いて飛び出してきたのに力及ばず助けられてしまった。アドル、禁区に忍び込んだ時の話だけど、聖国騎士団がロムンとことを構えようとしているのは明白だ。いや、あの団長はそれ以上のことを考えている気がするよ。僕は僕の役割を果たさなければならないようだ。僕自身が利用されないためにも。はあ、なるほどね。君は一体。少しずつ思い出してきたんだ、自分がなぜここにいるのかを。なるほどね。僕は祖国を守るために存在している。あの不遜で貪欲で大いなる矛盾をはらんだ我が祖国をね。はあ、あ、ここバックログ見れないのか。なるほどね。そうですね、ロムーンって思いたい。 でもどっちでもなさそう、どっちでもなさそう。ノース教の、でもそれはグリア人なんだよね。一応グリアにしとこうかな。それって、いや、前にも言ったけど、僕はロムン帝国の出身だよ。そこはちゃんとロムン帝国出身なんだ。ロムンは知っての通りエレシア大陸の嫌われ者さ。勘ぐりすぎたな。各地で侵略戦争を繰り広げ、大陸中にその半島を拡大してきた。あの流れてるの何？海を渡って南のアフロカ大陸に戦火を広げようとしたこともある。なんだっけな。どう忘れした、急に。イースセブンのところだよね。なんだっけ、アフロカはアルタゴで合ってるのかな。ケフィンってどこなんだっけ。まあいいか。そして今このグリアも属州としてその支配下に収めている。その復讐なのかもしれないな。なるね。シャトラールは僕を支配下に置き利用するつもりなんだと思う。つまりあなたはいいところの人っていうことを、ロムンの。君の正体は一体。複雑な事情があるみたいだな。悩む。複雑な事情があるみたいだな。まあそれなりにね。とにかくこんなことに君を巻き込むわけにはいかないんだ。ロムンの人に助けられたこともある。ロムンの人に助けられたこともある。グリゼルザさんとかってこと？他にロムンの人に助けられた記憶。わかんない。しかし僕は冒険家として自由を取り戻したい。そんなことを言いそうだと思ってはいたけど、いや、期待してたのは僕の方かもしれないな。分かったよ。それじゃあ
僕が君の脱獄に便乗させてもらおう。それぞれの目的のために一時的な共同戦線ってわけだ。最初からそう言ってほしかった。そうね、おとぼけアルドル君選択肢だったらそっち選ぶかもしんないけど、普通に行こうかな。あ、よろしく頼む。ああ、こちらこそだ。まさか自分がこんな気持ちになるなんて、本当の僕が知ったらきっと驚くよ。本当の僕って記憶を失う僕って、前の僕ってこと？あっちもこっちも意味深だな。ここは、え、もう今かすかだが風が吹き抜けている。はいはい、外に繋がっているみたいだ。これが今銀とか、なんだっけ、新車を運んでるってこと？どうやら地図が示している脱出路はこの先みたいだね。え、本当に外出るの？もう後戻りはできないよ。さすがにそろそろ脱獄がバレてるかもしれないな。よし、もう前へ進むのみだ。もうなんか最後までやりたい。もうイース9クリアするまでやりたい。あー、異教者の秘密が終わった。だってね、これで6人揃いましたもんね。あとはこっからどう最後のラストスパートにかかるのか、非常に楽しみなところでございますけれども、監獄の地下で実験だと？うん、ジュール君の父君か。隅の節は確かに医者として優秀な男だったと聞いている。バルドゥーク11の名医に何者かがもたらした未知の技術、その2つが結びついて奇跡が実現したということかな。古代種や魔物を飼いならして戦争にでも使う気なのかね。そうではなくても莫大な利益を生む商材になると思います。やれやれ、とんでもねえ話だぜ。あ、ごめんなさい。でも、もし危険な生物を自由に作り出しちゃうとしたら、なかなか面白そうじゃねえか。バカバカ、とんでもないことになるわよ。シャトラル団長も何を考えてるかわからないし、隅の節と帝国騎士団はおそらく協力関係にあるのだろう。そうだとしたらあまりいい想像はできねえな。ふと思ったのですが、このことをロムン側は把握してるのでしょうか。最近街が妙に静かだと思ったらベルガーを見かけねえんだよな。あ、確かに体調でも崩してるんでしょうか。それならまだいいんだが、いろいろと重なってる気がするね。あ、思い過ごしならいいんだが、どうにも嫌な予感がするぜ。よし、やっぱり監獄をこのまま放っておくわけにはいかないわ。そうよね、アドル君。もともとそんなつもりはない。自分の冒険のため。みんなにも無関係じゃない。ああ、はいはい、じゃね、間違えました。は、はい、ワルドゥークの町全体の問題かもしれません。ワルドゥークがどうなろうと知ったこっちゃないが、ただシャトラールと決着をつける必要はあるからな。僕はまあ身内の問題があるしね。私はいつも通りお供します。韓国に侵入するなら提案があるんだけど、アドルさんの町の周りの地図を見せてもらえるかな。これまで郊外で見つかった監獄へつながる通路なんだけど、共通点として古い施設や遺跡から見つかってるよね。そういえばそうですね。そうなるとまだ調べたことのない100年戦争時代の遺構、そこに侵入路がある可能性は高いと思うんだ。てめえとアドルが行きたいだけなんじゃねえか。と言いたいところだが、確かに説得力はあるか。まあ行きたいという個人的な気持ちは否定しないけど、真面目にやってくれよ。町周辺の遺構で調べてない場所となると、来た、来ちゃった、どうしよう、ここだ、ね、楽しみなショーになりそうですね。ちょっと今日は眠れないかもしれないな。町の東側、ここに一体何があるの？石切り場の跡地だよ。
石切り場ってのは文字通り機材を切り出す場所のことさ。今はもう使われてないし人の出入りもないと思うけどね。この場所って確かまだ障壁に閉ざされていたはずです。祭祀場付近を訪れた時に見ましたね。そうなるとまずは障壁の解除が先決でしょうか。当面の目的は決まったみたいだね。よーし、アドル君、準備が整い次第出発するわよ。